よろしくお願いします。バッハいました。めっちゃ悪い方が、これすごい見よった。懐かしいですね、バッハとか。今飲酒運転もね、現場に。ああ。明日撮っとる。一緒に10年この動画だっ撮って。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、そうなんですね。今日までが初心者。あ、今日まで。じゃあ今日乗り切らんとまずいですね。しかも今日。素晴らしいです。男のチップスか。よろしく。え、のんびり行きましょう。すげえな、みんな見てるんですね。てん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 。LED だよ。なんかセレブなティーラブだな。スカスカだけど、やっぱカスタムってこういうあれなんだよ。近い近い。でもこういうあれなんだよ。え？なんでしょう？ああ、トラックが。狭いですね、ちょっと僕は。すごい、あのモザイク入れるのが大変で。え、モザイク入れるのが大変で、あの、あ、股間だけ。そケツだけ。あ、やっぱあると便利ですね、それ。スマホホルダーが。投げ取るから直接。ああ、はいはいはい。大丈夫ですよ。いいですね。わあ、みんなやっぱすげえな、やっぱそれなりのあの快適装備を作ってますね。もうあのテック。やばい、ちょっと楽しい。ブーンブーンブーン。なんかすっげえのがいる。なんだあれ、なんだあれ。あ、おお。ちょっとちょっと、なんですかこれ。なんかすごい。あ、なんだこれ、なんだこれ。どこもすごいこれ。マジかこれ。何これ。なんか、昭和にタイムスリップしちゃった。うわー、すげえ。これ、え、うわー、こ、え、うわ、すげえなー。寄ってみるもんでしたね。すげえ、すげえもん見ちゃった。
わあ、これはすごい。うわ、マジか。何か信号待ちが楽しくなるようなことをしてくれれば。何だろう。よく動画で見ると、あのいきなりバイクを置いて踊り出したりとかやってますよね。何か呼ばれそうです。呼ばれそうですね。道路交通法違反。安全義務違反かなんかなるですかね。安全手段だけ撃たれるか。撃たれる。撃たれる。撃たれた方があの動画的にいいんで、あの撃たれるぐらいの方がいいで。警察に撃たれるシーンとか面白いけど。面白いですね。ですね。何もしてないけどね、呼ばれを見るとドキドキしちゃうんですね。また異色だよね、 GW とセロってのはね。あ、すげえ、こんなとこに直に出るんか、すげえ。すげえ、なんかバイクの特権的駐車場。バイクの特権、バイクの特権ですね、これの。車じゃこうはいかんと思うね。ねえ、もう回した、この時間に回した。めっちゃ吠えてますね。すげえ。今回の目的地の一つ、山賊に到着しました。山口県岩国市にあるこの山賊、近県のものならば知らない人はいないという昔からの老舗の極まの飲食店。免許を取ったらとりあえず山賊な、というぐらい多くの人間が訪れるスポットになっております。お店も面白く、観光やデートスポットなんとかかんとか、とにかく面白いところなのよ。そして代表メニュー、山賊焼きと山賊結び、こいつは食っとかねばなりませんよ。サンタ、これ写真撮ります。いやいや、はい、チーズ、ポチ。ナイスショットです。やばいっす、インスタ。あ、席があればですね。あればいい。いやいや、いいな。うちの子供連れ来て、多分ヘビメタバリに太鼓叩きますよ、多分。爪がバチばっかり取れるんですか。そうなんですか。来るというの。来る途中、金山のこの会社の横通ったよ。あー、知らんす。坂倉のずっと俺見よった。へー、ハギガキ。そうっすね、風景がいいっすね、このもみじもいいっすね。下がる。ああ、こんな水鉄砲とか、コマとか、靴下詰めてない。靴下詰めてない。これ懐かしいもんがなぜか置いてある。ねえ、観光地とお土産ってなぜか木刀ですよね。やばい、大丈夫大丈夫。何が大丈夫なのか分からんけど、金がなくても大丈夫。大丈夫、とりあえず大丈夫。いけるいける、大丈夫大丈夫。すごいっす。
車はいつもナビ見ながらあの曲がり方を行き過ぎるんですそうか、こんなとこやったね。あ、やっべえ。槍は嫌いなんだけどな。